どうも、わたくわです。今回もね、また新しいクワガタ紹介になります。まあね、今回紹介するクワガタは、まあ、いつもあの変な、すごいマイナーなクワガタばっかり紹介してますが、今回は、まあね、ある程度皆さんがあの知ってるような知名度のあるクワガタの紹介になります。まあね、こちらも見えてるんですけど、こちらですね、アカアシクワガタになります。アカアシクワガタですね。結構ね、あの、日本でも広く、生息している種類になりますね。標高の高いところから低いところまで結構ね、その生息できる場所も広いクワガタなんですよね。まあね、ノコギリクワガタとかミヤマクワガタほどは あんまり知名度はないんですけど、まあね、この赤足クワガタ、なんといってもこの裏真っ赤ですよね。この足の付け根とこのね、あの胸部のところあたり結構赤く染まってますね。これがもうなんといっても赤足クワガタの特徴ですね。はい。でこの個体はまあそんなに大きくもなくて、まあだいたい37ミリくらいの個体になります。まあね、ちょっと今回ね、あのアカアシクワガタをペアで入手することができたので、ちょっとね、あのアカアシクワガタについて改めて紹介と、あとあの産卵セットを組んでいきたいと思います。はい、まあね、こちらのオスとね、あとあのメスがこっちにいるんですよね。メスも一応見ていきましょうですね。はい、こちら裏が真っ赤なんですよ。これがもう本当にアカアシクワガタの特徴ですね。結構ね、アカアシクワガタね、あのメスとか見分けるのは、あのこの足の色以外の場所で見分けるの結構難しいんですよね。はい、なのでまあ一回ね、こういう感じのクワガタのメスを野外で採取したら、裏を見てみれば、はい、まあ、これだけ赤かったらもうアカアシクワガタで間違いないと思います。はい、まあね、結構ねコクワガタとか、あとヒメオオクワガタとか、その辺に結構似てるんですよね。やっぱり同じ努力種族なんで、ヒラタクワガタもやっぱちょっと似てますよね。でも結構ね、こちらのアカアシクワガタ光沢がありますよね。こうやって見るとツヤツヤですよね。はい、まあね、それじゃあね、ちょっといつも通り、まあ、ドアップにして、こちらね、アカアシクワガタの、まあ、詳しいね、あの詳細の説明もしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと移動します。はい、それじゃあね、あのアカアシクワガタについて簡単に説明していきたいと思います。まあ、こちらアカアシクワガタ、学名がドルクス・ルブロフェモラティスですね。ルブロフェモラティスです。はい、まあ、こちらドルクス属ということで、まあね、日本でいうあのオオクワガタとかコクワガタとかヒラタクワガタとか、まあ、あの辺の仲間になりますね。こちらやはり特徴は、まあ、アカアシクワガタっていうだけあって、こう裏を見ると結構ね、足の付け根とかあのお腹の部分がちょっと赤っぽくなってるんですよね。オスのサイズはだいたい23ミリから、58ミリくらいだそうですね。あのシークレコードは、59.7 ミリっていう個体が出てるそうです。結構ね、50ミリを超えるとやっぱり迫力がありますよね。はい、まあ、この個体はあの今こちらのオスが37ミリぐらいになります。まあ多分ね、平均的なサイズなのかなと思いますね。はい、こちらの生息地は日本だと大体あの北海道から九州まで結構広く分布してます。であの生息場所も本当に標高が 1000m くらいの場所にも生息していたり、まあ、低いところだと 100m とか本当に低いところにも生息している、まあ、場所もあるようですね。はい、まあ、比較的その気温が低めの場所に生息している印象があります。で結構ね、こちらの、まあ、アカアシクワガタ、ヒメオオクワガタを狙うと結構一緒にアカアシクワガタも取れる印象ですよね。標高の高いところの、まあ、柳やブナなど、ね、の結構高いところに、まあ、日中こう張り付いていて、ヒメオオみたいに枝をかじって、まあ、樹液を出して、吸ったりしてるそうです。またね、そのヒメオオみたいに、そういう風に日中行動するだけじゃなくて、やっぱりあのクヌギとかコナラの樹液にも集まるそうですね。やっぱあのノコギリクワガタとかあのヒラタクワガタとかミヤマクワガタみたいな感じでもあの樹液で採取できるクワガタになります。またね、あの夜はライトトラップにも結構集まるそうです。はい、なのでね、結構ね、その全国的にもあの普通に生息しているようなクワガタを採取する方にとっても結構見慣れたような一般的なクワガタなのかなと思いますね。はい、
こちらに飼育は比較的簡単で、コクワガタを産卵させるように朽木を入れてあげると、その朽木産卵木にも卵を産むようなんですけど、こちらねマットにもね産卵することができるみたいですね。はい、なんで結構その平田クワガタと同じような感じの産卵セットを組むといいのかもしれません。はい、でね、ただその飼育は簡単ということなんですけど、標高が高めの場所、ちょっと涼しいところに生息しているクワガタなので、やっぱりねその幼虫とかサナギの段階ですごい暑い環境だとやっぱりね死んでしまったりすることがあるそうで、飼育温度は25度以下が理想だそうですね。はい、その温度さえ保ってあげれば結構その飼育は簡単な種類なのかなと思います。はい、こんなアカアシクワガタ、結構知ってる人もいると思うんですが、この機会に手に入れたので、しっかりね類題して、どんな感じで増やせるのかっていうのも実際にやってみたいと思います。僕もこのアカアシクワガタちょっと初めて飼育するんでちょっと楽しみなんですよね。はい、それじゃあこのまま産卵セットを組んでいきたいと思います。じゃあちょっと移動しますね。はいはい、それではねこちら産卵セット組んだので、こちらねアカアシクワガタを投入していきたいと思います。こちらがオスですね。はい、でこちらセットはいつもと同じようにあれですね、マットは産卵1番を使用してます。でそこに朽木をねちょっと割ったものを入れてます。基本的にメタリフェルの産卵セットを組む時と同じような感じでセットしてます ね。このアクアシクワガタは結構そのマットにも材にも産む種類なのでこの方法でもいいかなと思いました。こちらがメスですね。はい、よいしょ。で今回ねオス1匹とメスが2匹いますのでこちらもまとめて産卵セットに入れちゃおうと思います。こちらねまだペアリングはまだなんですがこのセットの中で交尾してもらって産卵してもらおうと思います。はい、はい、それじゃあちょっと閉めちゃいましょう。こちらね一応ゼリーも入れてで転倒防止剤として水苔も入ってますね。はい、この状態でそうですね2、3ヶ月置いておいてから割り出して、でおそらくね材の中に多く産卵する種類だと思うので2、3ヶ月くらい経ってから割り出しを行っていきたいと思います。ただねこのマット側面に幼虫が見え始めたら、もうちょっと早いタイミングでも割り出ししてもいいのかなと思います。結構ね早く割り出さないとそのメスがね幼虫を食べちゃったりするっていうこともあるので、そこだけはちょっと気をつけていきたいと思いますね。はい、以上、今回はこちらのねアカアシクワガタの、紹介になりました。またねこのアカアシクワガタについてね何か飼育のアドバイスだったり、質問等ございましたらもうどんどんねコメント欄にコメントいただければと思います。はい、結構な普通種と言われるような結構広く日本に分布しているようなクワガタなんですけど、ちょっとね僕もしっかり飼育をするのが初めてなので、僕なりにやっていきたいと思います。はい、以上今回、アカアシクワガタの、紹介と産卵セットの動画になりました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。